三巡り神社の社殿背景に、三巡り神社の鳥居が覗く、歌川国貞が、1853三巡り神社は、東京都墨田区向島にある神社である。祭神は、宇賀み玉氏名。宇賀のみ玉の命を祭る。旧尊者。元、田中稲荷と称した。創立年代は不詳。つてによれば、大見国三井寺の草原喜びが、 当地に遍歴してきたとき、小さな祠の言われを聞き、遮断の改築をしようと掘ったところ、壺が出土した。その中に、右手に報酬を、左手に稲を持ち、白虎にまたがった牢屋の心臓があった。このとき、白虎がどこからともなく、現れ、その心臓の周りを3回回って死んだ。見めぐりの名称はここに由来するという。元禄6年、干つのとき、 廃人企画が偶然、当地に来て、地元の者の愛眼によって、この神に雨乞いする者に代わって、夕二千や田を見めくりの神ならばと一句を神前に、建て祭ったところ、翌日、幸雨を見た。このことからこの神社の名は広まり、松坂の豪商、三井が江戸に進出すると、その守護神として崇め、越後屋の本支店に分霊を奉仕した。本来は、 牛島神社の隣にあったが、洪水で一度流され、菓子に、包みが気づかれることになった際に、南へ、少し移動した。その包みのために、対岸から見ると、鳥居が包みから奇妙に頭だけ出しているように見え、浮世絵などに好んで描かれた。三つでは、享保年間に、三巡り神社を江戸における守護者と定めた。理由は、三巡り神社のある向島が、 三井の本拠である江戸本町から見て東北の方角にあり鬼門だったことと三巡り神社の囲いの文字に三井の意が入っているため三井を守ると考えられたため社域の一角には没後100年を経た三井屋当主たちを祀った県命霊社がある三井グループ各社の総務部によって三巡り会が組織されており年に4回代表が 一堂に開始祭点を模様している。閉店した池袋三越前にあったライオン像も寄贈されている。三越各店に分社があるが、なぜか日本橋本店ではなく銀座店に社務所がある。なお、丹後神社の祭神も宇み玉氏名である。三巡り神社の三柱鳥居三巡り神社の三本柱の 屋根を持つ蝶寿鉢、その奥に三柱鳥居が見える。三巡り神社のライオン像三巡り神社の三つ。穴道路をこの神社の境内には、隅田川七福神のうち、恵比寿、大国か神が祀られている。木島神社と同様の石造りの三柱鳥居がある。この石造りの三柱鳥居は、三つ一定より移す。原型は、京都渦政、木島神社にあると境内に表示されている。 三柱鳥居の手前には三本柱の屋根を持つ、蝶図鉢がある。神社境内の狛犬の傍らに、ライオン像が置かれている。三越デパートの入り口に置かれているものと同じ像で、2009年に三越から奉納された。かつては、池袋三越店頭に設置されていたもので、同店の閉店に伴い、神社からの申し出により、三越と強い縁を持っていることから実現した。 三巡り神社の灯籠の火袋には三つの穴が開いている。三つ穴灯籠は三里市の丹後神社にもある。三巡り神社、丹後神社の祭神は共に宇み玉使命である。明治六年に浮世絵師の歌川国吉を検証するために絵馬堂秋に混流された石碑。登録文化財一覧。墨田区ホームページ。墨田区。 2020年6月26日閲覧。ありがとうございます。